皆さん、こんにちは。今日は2022年3月9日水曜日です。西洋はみんなでロシアを崩壊させようという勢いで制裁をしています。今まで北朝鮮、イラン、2014年はロシアなどの国が制裁を受けてきました。今回は初めてこのような規模でロシアに対して制裁をしています。ロシアはこれから 私生活での大国として消えると思います。まだ内部の崩壊という可能性もあります。まあ、時間の問題だと思いますが、西洋の制裁としては、ス w i プ t システムからロシアを削除しました。それで外国にある預金、まあ、資産ですが、外貨の準備、えー、それを凍結にしました。そしてドル、円、ユーロ、ポンドの通貨を使用禁止にしました。 また、領空の立ち入りを禁止にしました。まあ、これはロシアからの飛行機は東南アジア諸国、あるいは中国、アフリカ諸国まで飛ぶことは可能ですが、他の国、つまり先進国ですが、日本でも立ち入り禁止です。渡航は難しいです。これらの制裁の施策を発表されて、最後石油と天然ガスの版になってきました。ロシアのエネルギーは、 米国、あるいは EU に輸出されていますので、みんな買まないと中国だけ買うことになるでしょうかまあ違うと思いますが。政府は政策を出しますので、制裁する政策を出します。これではやはり自分の国民の支持が必要です。これで見えるのは先進国の国民の民意ですが、ロシアに対して制裁しようということを選んでいると思います。 日本の方も同じですが、政府の制裁は効果はあります。でも最も効果あるのは先進国の企業なんです。これは中国も同じなんですが、外国の政府、例えば日本の政府に対して非常に強い顔、強い口調でやっていますけれども、対応しています。でも日本の企業が中国から撤退するとあの本当に痛いんです。これはロシアも同じなんですが、 中国は世界の工場であって、まあ、ロシアというのは中工業は強いんです。一応は中工業は中国よりは強いんです。そして、生活の用品ですが、基本は製造できません。あるいはしていないんです。中国から買っています。また、金融業のサービス業も同じなんですが、すべて外国の企業に依存しています。この間、ビザ、マスターカードですが、ロシアでの運営は停止となりました。 この二つは支払いシステムであって、これがないととても不便となります。中国には銀聯カード、まあ、日本にもありますが、銀錬システムがありますので、ロシアにはないかなと思います。 このシステムがないと、もうクレジットカード、デビットカードは使用できなくなってしまいます。もう完全にキャッシュの時代になりますが、バイデンはあの大変褒めていたんです。この二つの会社に対して、ビザカードとビザマスターカードに対して、他の企業に対してあえて褒めたりはしていません。この二つの機構がロシアで運営停止にすると、ロシアの経済活動がショックを受けるのはわかると思います。 まだエアバス車、そしてボーイング車もそうですが、技術の提供、部品を提供しません。なので、ロシアにある、そういうボーイング、あるいはエアバスの旅客機ですが、あるいは長距離の飛行はもうダメだと思います。また、メンテナンスもできなくなってしまいます。 コメントではマイクロソフトについてですが、マイクロソフトはロシアで新規販売は停止です。でも運営は続きますので、つまり技術の提供はするよという意味なんですよ。マイクロソフトがもし技術の提供をやめたりとかすると、例えばアップデートを停止にすると、ロシアのパソコンは正常に動かなくなるのは違うの問題なんです。 結果としては、マイクロソフトのシステムでまあ稼働している、例えば CAD、3D CAD とかありますので、あるいは設計のソフトいっぱいありますので、いろんなソフトがこれでダメになってしまいます。現代的な工業製品には、やはりソフトが必要ですので、ロシアの製造業はもう完全にダメになってしまうという意味なんですよ。でもマイクロソフトは、あの、完全に、あの、ロシアから撤退はしませんので、 つまり我々は現在見えているのは消費の領域なんです。科学技術あるいは工業の領域での制裁はこれから少しずつ出てくるとは思います。そうするとロシアの生存業は崩壊してしまいます。金融業においてルーブルなんですが冷凍が崩壊です。現在の話ではウォール街、 すべてロシアに関係ある、その消費、投資、株、国債などの商品はすべて円を切ると聞いておりますが、大体ですが、1兆ドル、1兆ドル、アメリカドルでしょうと言われています。ウォルカでは、その1兆ドルの不良債権を処理したと理解していいと思いますが、これで見えるのはウォルカの本気度です。 米国政府は説得して中国との縁を切りましょうねと言ってもみんな聞きません。でも今回はロシアに対してウォルカイはやることはやりました。でもロシアはまだ気づいていないでしょうかと思いますが、あるいはプーチンはまだ気づいていないかもしれませんが、この間、シュルツ首相とプーチン大統領は電話会談がありまして、プーチンは電話ではっきり言いましたが、我々の戦闘機は ウクライナの街を攻撃していませんと言いましたが、まあ、これは明らかに嘘なんですが、みんな信じないと思いますし、ロシアが攻撃していないとなってくると、ウクライナは自分の土地で無茶苦茶なことをやっているという意味ではありますが、そして自分の国民に対して、まあ、攻撃しているという意味ではありますので、まあ、プーチンというのは首脳ですので、中国は 中央の政府とは違いますが、中国政府は国内に向けて、正々堂々と嘘をつきますので。でも、外国に対して言い訳はします。嘘をあまりつかないですね。なの、どちらかと言いますと、外国では嘘をついてもすぐにバレてしまうんです。でも、言い訳はしますので。でも、プーチンは今回は嘘をついたんです。正々堂々と。まあ、絶対バレてしまいますのけれども、 私は最初、まあ、プーチン大統領は本当のことを知らないかもしれません。そういうふうに思っていましたが、でも、ロシアのテレビ局はネットでの攻撃を受けて、サーバー攻撃を受けて、ウクライナの,の戦場でのできたことを放送されていたりとか、まあ、あるいはプーチン大統領自分自身は、うん、クグ部は KGB、スパイの出身なんです。 何でも知ってるはずなんですが、でも、手術、その首相と電話をして、目的はもう嘘をつくためですっていうのは、私は信じないと思いますが、やはり通じないんです。そうすると、例えば、手術首相と電話をして、その目的というのは嘘をつくっていう意味でしたら、まあ、電話出ない方がいいというふうに思いますが、 ロシアの行動は実に理解できないことが多いんですよ。例えば一つはルーブルで外国の借金を返しますよと言いますが、まあ、本来はドルてですので、でもルーブルを使用しますねと言います。まあ、これはやはり強引ですね。あんまり良くないんです。次は2、外国の企業、外国の方は 自分の会社のロシアの株券とか売却は禁止ですよと、まあ、これは非常に良くないんですねまあ、自由に売買可能のはずなんですがでも今回は止めました 3. ネットを遮断する国内での情報だけにするということですがまあ、これは中国よりもひどいかもしれません 4. 嘘の情報。ロシア政府に認めない情報を発信すると、最高15年間の抽役にするよというふうにあの法律は決めましたが、これで外国のメディアはロシアから撤退しようとしています。やはり怖いですので、ロシア政府に好かれない情報を発信してしまうと、15年間の抽役になってしまいます。そしてネットは遮断されます。 外国のネットはやはり見れません。そして外国の記者はもういないです。まあ、中国よりもひどい状態になると思いますが、まあ、中国ではいろんなことはまだ外国人、あるいは外国のその投資家、また外国のメディアの方は実にまだいていますので、外国官はそうですが、でもロシアは本当にこれから厳しいと思います。まあ、そうすると、ロシアという国ですが、世界から完全に 孤立されてしまいます。情報はないんですので、ロシアの国内の情報は流れてきませんし、でも外国の情報もロシアには流れていきませんし、そういう情報、そういう状態なんですが、ロシアの国内ではもう洗脳することをやっていますが、その Z という文字ですが、それを新しい文化として宣伝をしています。実に怖いというふうに思いますが、ロシアの態度やっていることを見て、 西洋の、まあ、先進国ですが、みんな心が一つとなったと思います。それでロシアを孤立にしましょうねとなって、まあ、ロシアを崩壊させてやろうっていうふうになって思ってきたというふうに思いますが、ここが中国政府との違いがありまして、中国政府は口先が強いんですよ。でも裏では外交的な活動をしますので、例えば日本に対して強い姿勢なんです。批判もします。でも、 林大臣が、その大臣、外務長官、外務大臣となって、すぐに訪問を要請しました。接待しようとしましたが、まあ、つまり中国政府は、口で言っていることと、やっていることは別々なんです。これが中国政府の特徴ではありますが、例えば、米国のことを批判します。でも、アメリカのウォルカイトンは深い付き合いをしています。これも事実なんですが、 で、プーチンはこれからどうなるでしょうかと私は思いましたが、プーチンはあの、この間の動画で、 あの、写真とか公開しましたけれども、プーチンというのはですね、まあ、あの、日本ではあまりないと思いますが、まあ、中国もそうですし、だと思いますが、だけかもしれませんが、で、非常にもうハリウッドの男優のような存在なんです。もう英雄であって、男なんですね。まあ、ここにプーチンのその大統領の本出されていますが、まあ、これはロシア語であって、あの、翻訳されて、あの、そういうふうに出版されていますが、 ここに書いてありますが、20年間くれたら、私は奇跡のようなロシアになることにするよというふうに言いますが、つまり、ロシアを20年くれたら、まあ、素晴らしいロシアで見せ,見せますよと、素晴らしい国を作りますよという意味なんですが、ここに書いてありますが、プーチンの 男性、男の法則と書いてありますが、まあ、この本は読む人はいるでしょうか、分かりませんけれども、ここにも書いてありますが、ロシアの大統領プーチン。で女の女性の目の中に、女性から見て、いい男性です。本当にいい男です。そして、男から見て、 本当に男です。<laughs> 真の男です。という意味ですが。そして、ここにも本書いてあって、あの、プーチンの固い男、もう本物の男の精神と書いてあります。そして、哲学、男性の哲学、鉄人、鉄の血を流れているリーダーの鉄人の哲学。そして、何でもできる、えー、スーパー大統領 <laughs> と書いてありますが、そういう、 あとは、この21世紀のスーパー大統領、そして、あの、全員ファンいっぱい持っている、そして、完璧な男性と書いてありますが、もうすごい専念しますので、そういうようなことをやっていますが、これはロシアの国内でも同じことをやっています。やはりそういうリーダーシップですので、そういうイメージなんですが、そして釣りをするときに、やはりこのような形で、あの、釣りをしますね。やはりか、体をですね、ちょっと傾いて、 やった方がかっこよいというのが、まあ、ポーズで撮られてると思いますが、非常に、あの、かっこよく写真を撮られているというふうに思いますが、そ、そこで、あの、一つ気づいたでしょうか。で、プーチンの本っていうのは、だいたい顔半分ですね、になるんですよ。なぜならですね、彼はやはり元、君室警察でしたので、 やはり中身は見えませんという意味です。二つの顔を持っているという意味なんですよ。本物どれか分からないですよ。そういう親密的な、そういう何でしょうっていう、どんな人でしょうっていう、そういう好奇心をですねを、を出すように、ような取り方ではありますが、このような死の男、これからどうなるでしょうか。まあ、一つは戦争をすぐに止めましょうと、引退します。謝罪もします。そして損害賠償の責任も取りますので、 まあ彼は引退すると安全ではない可能性は高いんです。でも、それもわかりませんが、元 KGB でしたので、まあスパイ組織の方ですので安全かもしれません2。ずっと戦うことです。最後までロシアが崩壊するまで戦うことです。経済も崩壊します。国民の生活がどんどん苦しくなってきます。 まあそこで彼は引退することになります。まあいい結果にはならないと思いますが。でも、どちらかと言いますと、ウクライナを仮に全て戦闘を占領したとしても、ウクライナの国民は多分納得しないと思います。ずっとこの、あの、対抗するとなってくるので、多分続くことは難しいと思います。安定にはならないと思います。 次は3、ロシアの内部にはライバルの方は出てきて戦争をやめようとなりますが、まあ、プーチン大統領の周りにはプーチンの代わりになる方はいるでしょうかわかりませんが、でも彼は非常に腕がすごいですね。技がすごいんですよ。周りに自分のライバル者とみなす方ですね。決して行きますので、なので、いないとは思います。 でも、ロシアの結果としては、この国としての結果ですが、崩壊すると思います。ロシアには、もう、大国になってもらいたいとか、大国になって良い。ロシア自体が、その存在する自体が危険ですと、まあ、先進国のみんなが認識してきたと思います。特に日本はよくしててると思います。 これは、あの、北の島なんですが、二つだけ、あの、返しますよ。そこで、条約を結んで、結んで、で、次はまた二つ、まだそれからにしましょう。という曖昧な返事に対して、日本は断トツですね。はっきりとダメです。そういうふうに言ったのが、正しかったんです。実に素晴らしいんですよ。で、日本の判断は正しかったです。ロシアというのは、何を言っても、聞かない方がいいんです。約束も守りませんので、 で、中国側についてですが、スウィフトシステムから除外されました。まあ、そこでビザ、マスターもないですので、そこでロシアは中国の疑念にしましょうかとなったんですが、あるいは中国の人民元で決済しましょうかという話は出ています。これはロシアの銀行が実に希望を出していますので、中国政府は非常に難しい場面になってきました。 これは、中国政府にとっては、あの、OK、同意したくないんですよ。まあ員連カード、あるいは我々が銀員連、議と言いますが、中国銀行連盟と言いますが、実に、スイフトシステム、実に使っているんですよ。なので、ロシアはスイフトシステムから除外されているので、この銀員連カードもダメなんです。これが基本なんですが、まあ、ロシアがみんなに制裁されていて、 もし今回はロシアではなくて中国の順番、あるいは中国になってくると中国はロシアより早く崩壊してしまうのは間違いないと思います。なぜなら中国はロシアよりも国際市場に依存しているからなんです。なので中国はロシアから今はですね、あのある程度 距離を置いとこうとすると思います。ある程度ですが、でも、裏では支持すると思います。正々堂々の支持はしないと思います。あの、できないと思います。なぜなら、みんな分かっていると思いますが、みんなです。中国の動きを見ています。もし、中国はロシアを何かをすると、手伝けたりとか、すると、その制裁をできないようにすると、中国も制裁を受けると思います。 国際的に批判をされると思いますので、中国政府はずるいですので、そこまではしないと思います。中国は今までいろんな行動をしてきました。例えば、台湾の統一しようとしました。あるいは、経済の内循環もしようとしました。あるいは、屋台経済と言いますが、実践してみて、 やはり全部無理なんです。一人での経済発展はやはりできません。ロシア以外に経済制裁されている国としては、あの北朝鮮、イラン、ベネズエラ、シリア、ミャンマーとキューバですが、まあこれはですね、どう見ても、私もこれを整理してびっくりしましたが、みんな中国政府の友人なんです。 大友人なんですよ。これが本当にびっくりしました。びっくりしたというか、よその通りですね。なので、みんな同じ DNA ばっかり持っていますので、中国政府の友人となっていますが、3月7日、 バイデン、マクロン、ジョンソン、シュルツ、まあ、米国、イギリスと、えー、フランスとドイツですが、えー、ウクライナの危機について会談をしました。ホワイトハウスの報道ですが、首脳の考え方は一致していますと。これは珍しいですと。引き続き、ウクライナへの武器を供与する指示もしますねと言いました。ロシアへの制裁をもっと厳しくしようと。特に石油と天然ガスです。 シュルツ首相の声明としては、ドイツとヨーロッパはロシアの天然ガスを依存しすぎでした。しすぎです。と言いましたまず。やはり認めています。特に暖房と工業の生産に必要なんです。現在、ロシア以外のところから調達するのは難しいんです。ロシアからのエネルギーは国民の生活に必要なものです。ロシアとの関係を 切ることはできません。そういうふうに言っていました。これが、えー、3月7日の,あの発言ですが、やはり難しいんですね。米国とイギリスの希望としては、ヨーロッパ、ドイツは、あの、ロシアからの石油、特に天然ガスを買わないようにすることです。そういうふうに希望しています。でもですね、石油はロシアからアメリカも買っているんですよ。それが現状なんですが、 ドイツの天然ガス半分以上ロシアからです。まだ3分の1は石炭はロシアからです。4分の1の原油はまだロシアから買っています。例えば、ノードストリーム1号から天然ガスを輸送されていますが、お金はもう発生しますので、ノードストリーム2号は現在停止しています。これは2号はウクライナを経由せずに直接ヨーロッパ、ドイツに行きますので、 しかし、この計画2号ですが、2月22日、これはですね、戦うの2日前に、あの、止めたんです。話、計画を止めたんです。なので、ドイツですね、実にですね、あの、悩んでいました。あるいは、ブレていたと思います。あの、やはり、ロシアからの手然かスが欲しかったというふうに思いますが、この会議が終わって、結論はないんです。 ドイツはテネカスが必要ですと言います。米国はこれからの原油にしても、あの、やはり考えるというふうに言っていました。これはまだ非常に難しいと思いますが。でも、ドイツはこれから暖かくなってきますので、テネカスの使用の量ですが減ります。ただし来年はどうでしょうか。まあ日本の政府ですが、 米国の要請を受けて今、討議していますが、ヨーロッパに対して天然ガスの供給をすると、これは同じく韓国も要請されています。米国はこれから天然ガスの生産を許可すると、今までの倍にしますというふうに発表されています。現在、アメリカのガソリンも高騰していますが、でもアメリカの石油の生産はどうでしょうか私は非常に 気になりますが、またイランの制裁はどうでしょうかと思いますが、まあ、これはバイデンとなってアメリカの石油は一気に止めましたが、アメリカは2年前、3年前でしたが、あの非常に石油の輸出の大国でしたが、でも今はですね、あまり今のようになったんですが、やはり気候変動の意味でやっているんですが。 ロシアのエネルギーの部署の長官は言いました。ロシアの石油がないと世界の石油市場は高騰になりますよと。現在ドイツに天然ガスを輸送しています。我々はノードストリーム1号のバルブを止めることを考えていますよと。これは明らかに脅迫です。つまりドイツはロシアの天然ガスを必要だと言っています。でもロシアは天然ガスを武器としてドイツに脅迫しています。 これでわかるのが、ドイツは本当に自業自得なんですよ。で当時ですが、長年勤めていたメルケル首相ですが、ロシアと本当に深い関係を作っていました。メルケル首相は引退する何日前でしょうか忘れましたが、ロシアに訪問していたんです。挨拶をして、これからやめ,やめますよ、というふうに挨拶も行くぐらいなんです。それぐらい深い関係でしたね。 なので、今回は、自己自得というふうに思いますが、まあ、今回は、ま、ドイツはやはり急いで、ロシアからの天然ガスがなくても、やっていけるように、困らないように、計画する必要はあると思います。もし、今やらないと、ロシアは天然ガスで、ドイツを牽制にすることは、間違いなくします。まあ、これは、当時、トランプ大統領が警告した、まあ、警告したしたんです。ドイツに対して、やめろよと、何回も何回も言いましたね。 でも、やはり、あの、ドイツはやはり効かなかったんです。それが現実なんですが、その時、えー、あるいは今であっても、ドイツは被害者になるのは間違いないと思います。いつかですね。例えば、えー、自分からバルブを止めるか、ロシアからの天然ガスを遮断するか、あるいはロシアに止められるか、どちらかですね。なので、今、 自分から止めた方が、まだ英雄です。素晴らしいです。ドイツはもう反省しました。やはりロシアと付き合ってはいけなかったんですね。そういう風になって、これから、やはりそういうような国と付き合ってはいけませんと、決断できると思いますが、そういう優秀不断で、いつかはですね、まだロシアが、ロシアから、そういうバルブを止められると。 いうようになってくると思いますが、まあ、これで分かるのは、やはり例えばロシアであっても、中国であっても、当然ですが、北朝鮮であってもですね、あのミャンマーであっても、あのやはり付き合ってはいけないんですよ。あのどこまで ここまで付き合いましょうが、ここならいいです。ここまででしたらいいでしょうっていうような考えは、やはり良くないと思います。ダメならダメです。まあ、はっきりとダメなものはやはりダメです。まあ、当時ですが、ロシアに、あの、日本に持ちかけてきて、契約しましょうかと、島の2つだけ返して、仲良くしましょうか。笑顔されてましたけれども、日本ははっきりともうダメです。そういうふうに言ったんですね。実に正しかったです。 この動画はここまでにしたいと思います。最後、いいねのボタンをお願いいたします。ありがとうございました。